楓です。今回も最新話第939話のストーリーを考えてみたいと思います。のんびりとご覧いただければと思います。それでは早速見ていきましょう。1. ウドア囚人採掘場にビッグマム到着。ビッグマムとチョッパーたちはやっとウドア囚人採掘場の入り口までやってきました。おたまちゃん、なんかいい匂いがしないかい？おきくちゃん、この匂いは。チョッパーの顔がほころびます。え、まさか、おしるこがある。いい匂い。遠かったけど、来た甲斐があったね。どこで食べさせてくれるんだい？ちょっと待って、私が見てくるから。おきくちゃん、おいらも一緒に行くでやんす。おりんちゃん、待ってるでやんすよ。で、一緒に行きたい。仕方ないでやんすね。じゃあ、一緒に行くでやんす。一行は、匂いをたどっていくと、看守たちが、クイーンのおしるこを、一生懸命作っていました。お前たち、それはおしるこかい？私も食べに来たよ。え？看守たちは、ビッグママの姿に、愕然として動くこともできません。早く、おしるこを食べさせておくれよ。その言葉に、看守たちは、慌てて、おしるこをビッグマムに出しました。美味しいね、おかわり。はっはい。看守たちは、ビッグマムの言葉に、次から次へとおしるこを出し、とうとうクイーンに出すおしるこがなくなってしまいました。看守たちは、クイーンに出すおしるこがなくなり、途方に暮れています。一方、ビッグマムはおしるこが美味しくて、大変な上機嫌です。もっと食べたいけど、でも突然来て随分と食べたし、今度は、腹ごなしに少し動かないと。おりんちゃん、何するでやんすか？おたまが尋ねます。何か、賑やかな声が聞こえないかい？ビッグマムのその言葉に、チョッパーをはじめ、おきく、もものすけも耳を傾けます。あっちから、聞こえてくるわ。おきくは、その方角を眺めると、びっくりして言いました。ルフィ太郎さんが、相撲をしています。本当でやんすか？おたまは、嬉しくて駆け出しました。に、オロチ城。オロチ城では、オロチが、あのハンジエや足首の印のことを知り、一人怯えています。オロチ様、ホーキンスやドレイクたちが、街中の足首に印のあるものを捉えております。しかし、オロチが怯えている理由は他にありました。そうです。赤さ役人男の存在です。わしは、そんなジャコどものことは考えておらん。赤さ役人男じゃ、あいつらは一人も見つかっておらんではないか。お前たちに話していたように、光月時の言葉は本当だったんじゃ。そこへキャーシローが現れました。オロチ様、そんなに、赤さ役人男が怖いのですか？以前、拙者が申しました、人たちに切ってご覧入れましょうと、その言葉をお忘れですか。キャーシロー、お主は知らんのじゃ。赤さ屋の強さを、お主は、剣の腕前があるのかもしれん。しかし、普通ではダメなのじゃ。オロチ様、そんなに、拙者の腕前を信用できると、それならば、拙者を試してくだされ。そう言うと、京四郎は、オロチに対して刀を向けました。3、カイドウアジト。カイドウたちに捕まってしまったベポたちは、牢屋に閉じ込められていました。しかし、三人で何とか逃げようと、作戦を考えていました。ハート海賊団の意地を見せてやるんだ。でも、どうやってここから逃げる？穴でも掘ってみるか？それで、外に出られるのか？この牢屋の奥の方は、暗くて見張りからも見えにくい。だから、あそこに穴を掘るのはどうだ？でも、闇雲に掘っても仕方がないと思うが。ねえ、この奥から何かが聞こえるよ。三人は、耳を澄ませて、その音が何なのか聞いてみました。波の音じゃないか？じゃあ、この向こうは海？カイドウのアジトは鬼ヶ島だから、その可能性はあるの。三人は、その音の方向に穴を掘ることを決心し、見張りに見つからないように穴を掘り始めました。次号に続く。いかがでしたか？939話は、どのような展開になるのでしょうか？また、何か思いついたらご紹介したいと思います。本日の動画はここまでです。ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。
次回の動画でまたお会いしましょう。楓でした。